بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله.皆さん、こんばんは。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. まあ、今夜もですね、集まっていただき、本当にありがとうございます。まあ、ちょっと、さっき、まあ、トラブルというか、まあ、問題があり、ちょっとまあ、遅くなったんですが、まあ、今から今夜の勉強会を始めたいと思います。まずですね、今日、まあ、いつもと同じですが、まあ、この本を使います、ね。美しい人生、イスラム式の生き方。ね、マレーシアのインダハニア・ヒド・バシャリアイの、まあ、ベストセラーの本から翻訳されたものを使って勉強会をやりたいと思います。じゃあ、まあ、始める前に、まあ、ドアで始めましょう。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله واتشن مني هيروغي وغنمو وを私のために優しく、私の舌を柔らかく、流暢に話せますように。ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار。やあらー、私たちに現世において良きものと、来世において良きものをお授けください。そして私たちを豪華の懲罰からお守りください。アルハムラ、まあ先週ですね、まあこの本の、今ですね、まあ今の柱の、まあここまで勉強しました。74ページまで勉強しました。じゃあ今日から75ページに入りたいと思います。で、まあ、今は、まあ、今の、まあ、先週ですね、何と言いましたっけ。今の柱が、まあ、6つ。あります。6つあります。1つ目は、まあ、アッラーを信じること。2番目は、書店師を信じること。3番目は、処刑店を信じること。4つ目は、人たちを信じること。で、今日からですね。まあ、今日は、10月7日ですね。まあまた、まあ、リーダーの先生ですが、ちょっとまあ、用事があって、まあ、帰ってもらいました。で、まあ、5つ目は、まあ、週末の日を信じることです。信じることです。まあ、普通の、まあ、ムスリムじゃない人は、例えば日本人もですね、まあ、前、日本にいた時は、日本人は、まあ、前世とか何だったみたいな感じ。が、ちょっと今、質問、まあ、その友達同士で、まあ、聞いたことがあります。まあ、普通の日本人は、まあ、今の人生の前に、また違う形で生きていたという、信じる人もいるかもしれません。で、まあ、多分、まあ、死んで、まあ、死んだら、亡くなったら、また、来世、まあ、他の、形、
で生きていくという、人もいると思います。じゃあ、ムスリムはそうではありません。ムスリムはそうではありません。まあ、私たちがですね、まあ、この世で、この世界で生きていて、まあ、亡くなったら、まあ、その、まあ、週末、ここの週末ですね。まあ、土日ではありませんが、まあ、週末、この世が壊れて、まあ、また、マシャールとか、まあ、いろんな言い方がありますが、審判の日とかも、まあ、いろんな、呼び方があります。ですね。で、そう、まあ、亡くなったら、お墓に入れられて、まあ、その日まで待ちます。その日まで、まあ、お墓の中で、もし、生きているとき、まあ、いいことをやったら、まあ、お墓の中では、楽です。楽です。楽です。で、まあ、多分、私の先祖もですね、まあ、モハンマド、ソロロロー、アレヒワサラム、人も、まあ、1400年以上前、亡くなって、もう1400年以上経って、まだ、まあ、審判の日がまだ来ていないんですね。まあ、私たちの先祖も、例えば、まあ、100年前、50年前に、亡くなりました。50年経って、まあ、100年経って、まだ、まあ、審判の日まだ来ていません。しかし、まあ、審判の日は必ず来ます。必ず来ます。で、僕が言いたいのは、例えば、まあ、さっき、まあ、ムハンマド、ソロロロロー、アレイワサラもですね、まあ、1400年以上経って、まだ審判の日がまだ来ていません。ということは、私たちは多分、まあ、もし長生きしても100年、100歳まで生きていくかもしれません。ですね。しかし、まあ、例えばですね、まあ、100年生きてて、多分、まあ、お墓の中では100年以上かかるかもしれません。ですね。ということは、私たちは生きている人生はですね、まあ、短いんです。短いです。死んだ後、まあ、亡くなった後の、期間、まあ、お墓の中とか、まあ、その、マーシャルですね、審判の日が、の方が、まあ、はるかに長いです。どうして私はこの短い人生のために、まあ、いろんな、まあ、仕事をやったり、いろんなことをやったり、お金を儲けするために、まあ、仕事をやったり、しかし、その、この世の人生の後のもっと長い、期間のためにあんまりしないかもしれませんね。まあ、それは、まあ、この短い間の人生で、まあ、いろんな準備をします。例えば、まあ、来月、来週、来年、まあ、試験を受けます。試験を受けるために、まあ、いろんな勉強もします。しかし、最後の、まあ、審判の日のためのテスト。それが、まあ、この後、世の、ために、楽にできるために、まあ、いろんな、本当は、まあ、いろんないいことをしなければなりません。まあ、皆さんもですね、まあ、今夜、勉強会に参加しました。まあ、これも、まあ、いいことです。まあ、これも、いいことにカウントされるように、まあ、祈りましょう。いいですね。まあ、まあ、その来世のためにですね、カウントされるように祈って、まあ、みんなで天国でまた集まりましょう。で、まあ、5つ目ですね、まあ、審判の日に関しては、ここでは軽く概要を述べることを、述べるにとどめます。審判の日の出来事は、次のことを信じることから始まります。いいですね。じゃあ一つ目は、まあ、死。まあ、アッラー・スブハーナ・ワ・タアラもですね、コーランの中に言っていますね。クル・ナフシ・アウズ・ビ・ラヒ・ナ・シェイトン・ラジム。
Kullu nafsin dha'iqatul maut。 まあ、生きているものは全部なくなります。ね、意味は、まあ、生きているものは全部、まあ、全部なくなります。まあ、動物も、植物も、人間も、まあ、星も、まあ、生きているものは、まあ、全部、なくなります。で、次、2番。墓の世界における懲罰、または恩恵ですね。まあ、悪いことをやった、それは、まあ、審判の日まで、まあ、お墓の中にいますね。まあ、そのお墓の時でも、もう始まっています。え、まあ、例えば、いいことをやった人は、まあ、お墓の中は、まあ、楽です。まあ、天国のように、まあ、気持ちがですね、恩恵もらいます。ですね。次、三つ目。この世界のすべての破壊の後の復活の日。復活の日。ですね。例えば、一回、全滅します。まあ、例えば、映画とかも、まあ、何でしたっけ。欧米の映画とかもですね。まあ、よく、2012年とかという映画がありますね。まあ、その映画を見たら、まあ、この、まあ、世界がですね、まあ、滅びるんですね。まあ、破壊します。で、まあ、その破壊されて、また、まあ、アッラーの力でまた復活して、まあ、それからが、まあ、審判の日が始まります。ですね。で、次、四つ目は、まあ、すべての人間と人は審判を受けるためにマーシャルの広場に集められること。マーシャル、マーシャル。まあ、アラビア語はマーシャルですね。マーシャルの日。ヨムルマシャル。まあ、いろんな、まあ、言い方がありますね。まあ、意味は、まあ、なくなって、まあ、全部世界が、破壊して、まあ、その後、復活の後は、まあ、マーシャルの広場という、何でしたっけ、まあ、定義がありません。言い方がありません。マーシャル。で、その時が、まあ、全員、この生きている、人々がですね、人々が、まあ、全員集められます。例えにすれば、例えば、まあ、ハッジに行った人なら、アラファ、ね、アラファの日、まあ、それは、そのマーシャルの、時、シチュエーションと同じような、形、みんな集まります。で、次、5番。すべての意図して行ったことと意図せず起こったことが計りにかけられることです。いいですね。まあ、この、まあ、世の中は、例えばもしですね、まあ、捕まえられて、まあ、捕まえられたら、裁判とかが行われると思いますが、まあ、上手にかわすことができる人だったら、まあ、例えば、まあ、何でしたっけ、証拠がない人なら、まあ、多分逃げることができます。しかし、審判の日は、まあ、口は、もう全然動かないですね。口では、何でしたっけ？まあ、攻めたりとか、守ったりとかできないです。私たちの手、足が、まあ、他の、何でしたっけ？部位が、体の部位が離します。それでもう逃げることができません。このよう、今生きている時は、まあ、口で、まあ、うまく、上手に話せたら、なんとか、まあ、逃げることができるかもしれませんが、まあ、審判の日がですね、まあ、口は無口というか、もう全然話せないです。他の体の部分が話します。私は、まあ、例えば手が、私は、まあ、前、まあ、生きている時は、世界生きた時は、誰々、
かを、まあ、殴りました、悪いことをしましたという、ことが、まあ、コーラの中に書いてあります、ね、書いてあります。で次は6番目はシラートの橋を渡ること。シラートの橋、これがですね、まあ、シラートの橋はムハンマド・ソロロー・アレイ・ワ・セレムによると、まあ、この橋はですね、自分の髪の毛より細いそうです。髪の毛より細いそうです。まあ、いい人、例えばまあ、生きているときは、たくさん、いいことをやった人は、雷のように早く渡ることができます。雷のように、そのシラートの橋を渡ることができます。まあ、渡れたら、まあ、天国に行きます。しかし、まあ、橋を渡ることができない人は地獄に落ちます。シラートの橋を渡ることができない人は地獄に落ちます。まあ、落ちる人は、まあ、生きているとき、まあ、悪いことをした人とかですね、そういうが分かれますですね。いい人と、まあ、悪い人。まあ、さっき言ったように生きているときは、まあ、裁判に入ってもうまく、ね、交わすことができるなら多分、まあ、逃げることができますが、まあ、審判の日はもう逃げることができません。逃げることができません。はい。じゃ次。次。じゃ7番目は、天国または地獄へ。天国または地獄へ。じゃあ、これはですね、例えば、まあ、この生きているうちに、またさっき言ったいますが、まあ、シラートの橋を渡るために、まあ、いろんな運動とかして、まあ、準備とかですね、やるかもしれませんが、しかし、本当は、まあ、審判の日は、自分の力で何もできません。力で何もできません。本当は、自分の、まあ、この生きてるうちに、自分のやったことが、それが、価値があります。それでカウントされます。筋肉がついているから、まあ、早く渡ることができるでしょう。とか、まあ、関係ありません。マッチョとか、まあ、筋肉作り。まあ、それは全然関係ありません。まあ、渡れるか、渡れないかは、その、まあ、いい人か、まあ、悪い人ですね。まあ、生きているときに、まあ、いいことをたくさんやる人は、まあ、もっと早く渡れます。いいですね。まあ、そういう、まあ、体力とかの関係ではありません。まあ、アッラーからの報酬をもらえれたら、もらったら、まあ、渡ることができます。それで、まあ、生きているうちに、まあ、いろんな礼拝とか、まあ、断食、ザカート、サダカとか、まあ、より多くやったら、まあ、問題ないと思います。で、6番目は、カダ、宿命とカダル、上妙ですね、上妙です、を信じること。これは、カダは、宿命は、その人に与えられたもので、裕福であるか貧しいか、見た目の美醜、損をするか、得をするか、生と死など、いいですね。まあ、この生きているうちに、まあ、いろんな、私は仕事を給料をもらったり、ポジションをいただいたり、まあ、うち財産とか、まあ、いろんなものを
もらっていると思います。まあ、それも、角、ね、角と言いますね。もう全部、まあ、アラーの、範囲でもらっていると思います、ね。知っている範囲でもらっていると思います。それはカダですね。カダルは、上名は、すべての生物にそれぞれ定められた事柄。例えば、アハマドは、ムハラン月、チータチに病気になると定められていたとしたら、その日が来ると、アハマドが必ず病気になります。これは、ムハラン月、ちいたちに定められていたカダル、上名で、アハマドに降りかかった病気がカダ、宿命です。例えば、まあ、私っていうのはいつ死ぬかわかりません。しかし、まあ、アッラーの、まあ、知恵、アッラーの知恵をもう知っています。それも、決まっていますね。決まっています。それはカダル。で、まあ、その日が来たら、もう死にます。まあ、どの理由でも、多分、即死とか、まあ、心臓病とか、まあ、事故とか、まあ、それはまあ、いろんな、原因で、亡くなると思いますが、それが、もう決まっていることは、それカダルですね。まあ、来たら、そういう、まあ、その日付が来たら、まあ、そういうことになりますね。決まっていることと、まあ、行われたことですね。それは、まあ、カダとカダルです。カダとカダルです。しかしですね、まあ、次、まあ、書いてありますが、食べる、飲むなどを意図して行う行為も、転倒する、事故に遭うなどの意図しない出来事もすべて、アッラー・スブハナ・ワ・タアラからのものであると確信しなくてはなりません。すべての出来事をアッラー・スブハナ・ワ・タアラは知っており、それらが起こる前、太古の昔から定められているのです。いいですね。まあ、例えば、まあ、今日、クラスに、この勉強会に参加したことも、全部もう、本当はもう、すでにもう決まっています。まあ、例えば、本当はまあ、参加したいんですが、まあ、他の用事が入ってて、まあ、参加できない。まあ、そういう意図も、本当はもう、全部もう決まっています。ね。で、まあ、各個人は、アッラー・スブハナ・ワ・タアラによって定められた規則を、則を、遵守、まあ、規則を遵守する必要があります。恩恵に感謝し、災いに耐え悔い、改めなさい。しかしながら、アッラーの定められたものは変わる可能性もあるので、ドアと努力が推奨されます。ね、私はいつも、何でしたっけ、まあ、いい時期とか、ね、よく言われると思います。例えば、まあ、ラマダン月のレイラトル・コダールの夜とか、で、まあ、断食明けの前、ね、その、アーザンの前とか、まあ、一番、まあ、よく言われると思います。この時は一番ベストタイム、ドアのベストタイムだと、まあ、言われていると思います。まあ、その私たちのドアで、まあ、決まっていることとかもですね、ドアで、まあ、変わる可能性もあると、まあ、書いてありますね。ということは、もう本当はもう生まれた時からも決まっていますが、しかし、まあ、いいことをやって他の人にドアされて、ね、変わる可能性もあります、ね。変わる可能性もあります、ね。それは、まあ、アッラーが一番ベスト、ね、私たちに一番ベストのことを知っています。まあ、よくですね、私たちもですね、まあ、ドアすると思います。まあ、リッチになるとか、
このポジションが欲しいとかですね。まあ、私たちは多分それが一番ベストだと思ってるかもしれません。まあ、いいポジションになったら、もっと、まあ、家族に、まあ、いろんなものとかことを与えることができると思ってるかもしれません。リッチになったらもっと多くの人を助ける、手伝うことができるかもしれません。しかし、アッラーはもっと、将来、私たちもし、実現したら、まあ、ポジション、まあ、いいポジションを取ったら、自分の前の位置を、前のことを忘れて、まあ、また別人になって、もっと、なんでしょう、まあ、悪い人になると、まあ、知ってるから、そのドアを、叶えない時もありますね。まあ、多分違う形で叶うと、まあ、思った方が、まあ、自分的には楽と思います。いいですね。まあ、アッラーは私たちに一番適切、一番ベストのことを知っていると思ったら、まあ、楽しく、まあ、生きていけると思います。いいですね。それであんまりストレスもないし、気楽に生きていけると思います。で、まあ、ここまでは、まあ、今の柱が終わります。今の柱が終わります。で、次ですね。まあ、イスラムの柱に入りたいと思います。で、イスラムです。イスラムとは、使徒、ムハンマド、ソラローアレイヒワサラムにより、もたらされた信仰行為や考え方、表に現れる行いと内面の心のあり方のガイドラインや規則に従うという意味です。ですね。まあ、イスラム。本当はまあ、アラビアはサラム、サラム、スラマイ、安全という意味ですね。安全。で、来世における懲罰からの救いを得るために、イーマンとイスラムは切り離せません。切り離せません。サラマ。まあ、よく皆様ね、アッサラーモアレイコン、まあ、サラマ。まあ、元の、言葉がですね、同じです。スラマイ、安全。あなたの安全を、まあ、アサラムアレイコンがですね、あなたの安全を祈っておりますという意味ですね。で、まあ、その中から、まあ、安全が、まあ、イスラムになりますね。で、まあ、声に出して、唱え、心の奥、深くからシャハーダを信じましょう。信じましょう。で、まあ、ここに書いてありますが、イスラムの恩恵。イスラムの恩恵。じゃあ、一つ目は、唯一の神、アッラー・スブハーナー・ワ・タアラの本質をより深く信じ、信仰をよりいいものにします。で、二番目。アッラー・スブハーナー・ワ・タアラ以外の崇拝を完全になくします。ですね。でも、もしですね、まあ、イスラム、アッラーを信じたら、まあ、例えば、他のもの、まあ、昔は多分、太陽を、信じてたかもしれません。ですね。まあ、ある、大仏とかを、まあ、信じてたかもしれません。しかし、まあ、アッラー・スブハーナー・ワ・タアラが全部、まあ、この世を作った、まあ、私たちに、まあ、いろんなものをいただいたとか、まあ、信じたら、まあ、他のものがですね、まあ、崇拝を完全になくします。で、次、3番目。アッラー・スブハーナー・ワ・タアラへの信仰行為の方法を確かなものにします。いいですね。例えば、まあ、一日、毎日ですね、まあ、お祈りをやったり、
まあ、ラマダン月に入ったら、まあ、断食をしたり、まあ、もっと、信じてたら、まあ、これからの信仰行為の、まあ、私たちのやり方も変わっていくと思いません。もっと、信じます。それでもっと、よりいい質の、信仰行為ができると思います。で、次、4番目。4番目、人間としての生き方を確かなものにします。人間としての生き方を確かなものにします。で、まあ、この人間ってですね、まあ、人間と神様の関係だけじゃなくて、まあ、人間と人間の関係も、まあ、良くなると思います。まあ、ちゃんと、神様を、まあ、アッラー・スブハナワタアラを崇拝して、まあ、人間同士、周りの人同士、親に対する、態度とかですね。まあ、良くなると思います。まあ、もし良くならない場合は、まあ、それはどこかで、まあ、問題があると思います。まあ、ちゃんとアッラーを信じてたら、神様、アッラー・スブハナワタアラに対する態度だけじゃなくて、まあ、周りの人、ともですね。まあ、もっと良くなると思います。で、次は5番目。犯罪に対する正しい罰を、設定します。犯罪に対する正しい罰を設定します。ですね。まあ、アッラーを信じてたら、まあ、さっき終罰、審判の日を信じてたら、まあ、必ず、まあ悪いことをしないと思います。まあしたくもないと思いますね。例えば地獄に落ちると、まあ、思ったら、もう絶対に悪いことをしないと思います。で、次、6番目。家族法と相続法。相続法を規定します。ですね。まあ、これはまあ家族の間の関係です。で、7番目は、倫理を高めます。倫理を高めます。まあ、日本人は、まあ、倫理が高いという、まあ、みんな、まあ、多分、他の人、まあ、全世界、認めていると思います。まあ、イスラム、ちゃんとですね、まあ、イスラムを、まあ、生活で、もっと、なんでしょう。信じてやっていたら、もっと、まあ、レベルが上がると思います。いいですね。で、次。8番目。8番目。人間と様々なものとの関わり方を定めます。ね、定めます。はい。これが、まあ、イスラムの恩恵です。ね、イスラムの恩恵です。で、まあ、ここまでですね。終わったんですが、まあ、次ですね。イスラムの柱。マレー語では、まあ、まあ、アラビア語ですね。まあ、ルクン・イスラムが、まあ、5つあります。もうこれ本当はハディースがあります。ジブレール天使がモハマド預言者のところに来て、このハディース、ハディースを教えました。まあ、簡単にまとめたら、まあ、5つのは、まあ、イスラムがありますね。屋根があります。その柱は、すみません。イスラム、書き、打ち間違えました。イスラムですね。イスラムです。で、まあ、1つ目は、シャハーダ。シャハーダ。2つ目は、礼拝。1日に5回。で、次は、まあ、ザカート。ザカート。まあ、来週、まあ、詳しく、説明しますが、今はまあ5つでね、ザカートで、4つ目は、断食。断食。これはまあ、やらなければならない、ラマダン月の断食です。例えば皆さん、例えば、月曜日と木曜日を、の断食をやる人は、まあ、それはまあ、やった方がいい断食ですね。まあ、本当はやらなければならない断食ではありませんが、まあ、やった方が、まあ、スンナですね。の
断食です。じゃあ最後は、まあ、ハッジですね。ハッジです。で、まあ、これは、まあ、来週に、もっと、勉強会をやりたいと思います。まあ、今週は、まあ、ここまでです。今週は、ここまでです。皆さんから何か質問ありますか？すいません。はい、じゃあ、檜山、シティ檜山さん、はい、どうぞ。はい。あ、ラリム先生、いつもありがとうございます。ちょっと、なんか、遠いですね。遠く聞こえるんですけど。あ、はい。あ、いつもありがとうございます。はい、とんでもないです。仏教徒は、亡くなった方がお墓で眠っていると信じて、で、お墓参りする人が多いと思うんですけど、イスラムの人はあまりお墓参りしないみたいなんですけど、それはなぜでしょうか？お墓参りというのは、まあ、死んだ後のことですか？それとももう。そうです。亡くなった人のお墓へ行くということです。本当はですね、お墓参りとかは、まあ、例えば、まあ、友達とかはあまりしないと思います。まあ、やってはいけないとかじゃないんですけど、例えば、普通はまあ、家族がですね、お墓参りすると思います。例えば、この間ありますね、まあ、先月、父が亡くなって、まあ、お墓参り、本当はまあ、お墓が僕の実家のまあ、後ろにありますけど、まあ、毎日行ってたんですよね。まあ、行ってはいけないとかはないんですよね。ああ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ、亡くなった方はお墓にいるんですか？まあ、体は、まあ、その、お墓の中にいます。あ、でも、審判の日までお墓に。そうですね。まあ、そういう、まあ、捉え方は、そうですね。まあ、体は、まあ、お墓の中にいますね。で、まあ、その、審判の日来たら、また、何でしたっけ、生き返るというか、いいですね。みんな、さっき、マーシャルの広場で、まあ、集まるということですね。あ、じゃあ、仏教みたいに、そこに、人が眠ってるというか、なんか魂もお墓にあるとかいうことではない。うん、魂もですかね。まあ、体も魂も、前回も天使のことを勉強したと思いますね。ムンカルナキルという、まあ、天使の名前がいますね。まあ、ムンカルナキルは、の役割は、亡くなった人に、まあ、質問とかですね。まあ、あなたの神は誰ですかとかですね。あなたのリーダーは誰ですか。で、まあ、そういう、まあ、質問と答えの、なんでしょう、セッションというか、まあ、ありますね。プロセスがありますね。まあ、そういう話だったら、まあ、体も魂もお墓の中にいると思います。あ、わかりました。じゃあ、多分なんかこっちの人、あまりお墓参りみんなしないんですけど、それは特に、まあ、そういう、まあ、あっさりしてるっていうことなんですかね。しますね。もしてもいいっていうことです。まあ、しかし、なんでしょう。例えば今ですね、まあ、ハイライヤーとかですね、そういう、習慣になっていますね。ハイライヤになると、みんな、まあ、里帰りするんじゃないですか。里帰りして、で、まあ、もし亡くなったお母さん、お父さんのお墓に行って、まあ、お墓参りするんですよね。あ、そう、あ、人によって違うんですね。なんか、私の主人の家族は全然墓参りしないんです。あ、そうですか。はい、まあ、普通、まあ、自分の
まあ、友達とかはあまり行かないと思うんですが、まあ、親戚、まあ、一番近いのは家族ですね。自分の家族は行きます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、とんでもないです。で、ムハンマド・ソロロー・アレヒ・ワ・サラムのハディスがですね、一番賢い、まあ、利口な人は、例えば、まあ、まあ、この私たちが生きているときは、例えば、まあ、大学を出た人とか、まあ、博士まで勉強した人とかの定義が多分頭の中にいると思いますですね。まあ、リック一番、クレバー、ブリリエン、頭がいい人は、まあ、そういう、傾向があると思います。しかし、ムハンマド預言者は、一番頭いい人は、いつも、死、死ですね。まあ、その、死ぬことを思っている人です。まあ、思って、あ、何もしないという意味ではありません。いつも、まあ、死ぬことを思って、例えば、まあ、今、礼拝の時間が入りました。あ、次の礼拝まで時間が、多分そのチャンスがないと思ったら、今の礼拝をベストを尽くして、何でしょう。一番いい状態でやると思います。なぜかというと、まあ、最後なので、最後の、まあ、最後の礼拝なので、まあ、ベストをつく、しないとダメです。ベストでやらないとダメです。と思ったら、それで死ぬことを思ったら、一番頭がいい人です。ですね。まあ、悪いことも多分しないと思います。なぜかというと、いつもまあ死ぬことを思います。それで、ムハンマド預言者のハディスは、まあ一番頭がいい人は、いつも死ぬことを思ってる人です。ね、いつも、死ぬことを思ってる人です。皆さんもですね、まあ私たちもですね、まあそういう考えがあれば、まあ多分、まあ悪いこととか、まあ崇拝、行為ももっといい状態でできる、いい状態で行うことができると思います。他は、まあ、もし、何か質問ありますか？はい。じゃあ、もしなければ、まあ、今日の勉強会を終わりにしたいと思います。締めのドアで終わらせたいと思います。Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Asr. Innal Insana Lafi Khusr. Illa Alladhina Amanu Wa Amilu Salihat. Wa Tawasaw Bil Haqq. Wa Tawasaw Bis Sabr. Subhanak Allahumma Wa Bihamdik. Ashhadu An La Ilaha Illa Ant. Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik. Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad.وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين